感じがするんだけど、うん、いいですか、はい、この膝をこうちょっと押した時に、うん、ここは 100% です、うん、あと心臓です、はい、もうこう手を置いた時点で、はい、なんか、はい、ちょっとフラフラない。で、例えば肝臓はね、うん、肝臓はまあ人によってちょっと違うことをします。肝臓はほらしっかり踏ん張って、まあ肝臓意識ってことですけど、うん、で腎臓意識で押すときに、うん、ちょっとやっぱり、うん、でさっき胃がちょっと時に、胃を意識したときに、うん、これ抜けてる、うん、で腸を意識したときに、まあこれまあまあまあ、まあはい、それをもう一回ねチャクラで。そこをこう意識させてあげて、信号がこう切り替えてあげて、うん、分解します。はい、分かりますね。ああ、本当だ。あ、全然違う。はい、今脾臓、まあ、例えば脾臓のあたりの、うん、皮膚であったり、はい、骨もあるし、うん、脾臓を、脾臓の中には動脈、静脈もあるんで、うん、そういうイメージでこう起動しててあげて、うん、それ今脳に伝えてあげて、うん、心臓を持ってます。はい。はい、まあ、全然違います。全然違うので、ね。うんでまあ、ここにまあ確かに皮膚もあるし、うん、肋骨もあるし、うんうんうん、その奥の方に行ってこの脂肪あごめんなさい心臓を意識して押してるんだけど、うんうん、その周りの脂肪っていうふうにまた意識すると、うんうん、あるのかもしれない。で今ちょっと動脈静脈も走ってるので、うんはい、イメージで押してあげてそうすると今脳がそこをすごい意識する、うん、意識する、はい、で肺の上にね押してちょっと面倒くさくなっちゃったんだけど、まあ、肺は肺で押すんじゃなくて、うん、で皮膚から脂肪を脈の脈ですね。で、脈の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 脈いや全然抜け加減が違います。全然違うでしょ、うん。だからこんなとこ鍛え普通は鍛えられないんですよ。鍛えられない。でもチャクラのエネルギーを変えてあげることによって一応肺の状態にすると脳が今つながっているので、うん、そこでこう意識させていただくと、でちょっと軽い、はい、軽い感じでこうしていくんですか、うん、そんな感じのそんな変な。